二千二十一オートバックススーパージーティーラウンドファイブスゴー GT 三百クラスでこちらですね GT 三百クラス見事ポールポジションを獲得いたしましたカーナンバー六十一番スバル BRZ R&D スポーツの井口拓人選手と山内秀樹選手にお越しいただきましたよろしくお願いしますお願いします,しま,すまずは井口選手はい、えー、自身の Q1 アタック振り返ってみていかがですかはいえっ、ー、とまあここ 今年入って新型 BRZ になって予選の一発は、えー、特にまあ自信はあったんですけども、えー、練習走行からトップタイムを山口選手が出して、えー、非常にいい流れで予選も迎えられましたし予選走っててもものすごく車のフィーリングも良くて、えー、気持ちよくアタックができたので、えーまあ、でも Q1 はとにかく Q2 につなぐというのが一番重要なので、えー、つなげてホッとしていますはい、ありがとうございます。 では、Q2 を担当した山内選手、ここ、すごーで数多くのポールポジションと、そしてです、ね、今季も数多くのポールポジションを獲得しているわけですけれども、自身のアタック、振り返ってみて、いかがでしたかはいそうですねあの、本当にチームがすごくいい車を持ってきてくれるので、あの本当に予選、僕自身も楽しんで走れましたしあの、チームのおかげで、えー、取れてるポールだと思いますので、本当に感謝していますで。ただやっぱ明日が まあ日曜日の方が課題があって、えー、僕たちはそこでのパフォーマンスを発揮していかなきゃいけないと思うので、えー、そこを頑張っていきたいなと思います。はいありがとうございます。えー、ではあの今山内先生はちょっと課題を解決していきたいというふうにおっしゃっていたんですけれども、はい、こうなかなかこうセーフティカーに泣かされたりとか結構ちょっとなかなかアンラッキーな部分が多いかなというところがあるんですけど結構ファンはそろそろあの BRZ の 優勝表彰台を期待しているところが多いと思うので。はい、ぜひですね、そういったあれしの意気込みや展望などをですね。ちょっとファンの皆さんに向けて一言ずついただけたらなと思います。では井口選手お願いします。そうですね、あのまあ土曜日のこの予選が終わるまでは、あの予定通り。あの今回も来てますし。まあ今までも、あの来てたんですけど、やはり決勝レースで。なかなか。ビーアルゼットの速さをこう。 出せないいい状況がずっと続いていて本当にチームもドライバーもそうですけど多分ファンの皆さんも期待していただいて決勝レースを見ていただいていると思うんですけどなかなか結果が出せていなくて、まあ、今回この菅生に向けていろいろチームと一緒にセッティングだったりタイヤのこととかいろいろトライしてきた部分がありますので、えー、まあそれをしっかりと活かして菅生3 0 0キロのレースをぶっちぎりで走りきって。 最後はファンの皆さんと笑顔で終わりたいなと思います山内選手からも一言お願いします、はい、あの本当に、まあ、いい位置からスタートできるのであの2年前か3年前に、えー、ここでポール2ウィンした時もあも後ろ引き離してグ口選手に渡せたので、えー、それをトライできるように一瞬一瞬全力でプッシュして、えー、いいマージンを取って、えー、彼に渡せるように全力で頑張りたいなと思います。あの本当に皆さんのの援が力になりますのでますでた青い旗を振って 応援してくれると嬉しいなと思います。諦めず頑張ります。はい。ありがとうございます。では明日はポール2ビン、期待してますので頑張ってください。はい、ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございます。